エミリー・ワイルディング・デイビソン・エミリー・ワイルディング。デイビソンは20世紀初頭に女性参政権を求めて戦ったイギリスのサフラジェットである。9回にわたって逮捕されることとなった極端に過激な戦略で知られていた。ハンガーストライキなどの手段で抵抗し、週間中に49回も強制接触を受けた。週刊中のハンガーストライキはサフラジェットがよく言った抵抗戦略であり、 イギリスの刑務所当局はこれに対して強制接触を行っていた。デイ・ビソンが行った最も有名な抵抗活動は1913年6月4日のエプソムダービーでジョージ5世の馬であるアンマーの前に飛び出て重傷を負い4日後に亡くなったことである。葬儀は1913年6月14日に女性政治社会連合によって行われた。 数千人のサフラジェットが棺に付き添い、数万人がロンドンの通りに並んだという。ブルームスベリーで礼拝が行われた後、棺は鉄道で家族の住むノーサンバーランドのモーペスへ送られた。デイビソンは南東ロンドンのブラックヒースで、ノーサンバーランド、モーペス出身のチャールズ・デイビソンとノーサンバーランド、ロンゴースリー出身のマーガレット・デイビソンの娘として生まれた。 両親を同じくする二人の兄弟姉妹と、父の最初の結婚で生まれた兄弟が数名いた。その後、エミリー・デイビソンは、ケンジントンハイスクールに通い、1891年に、ロイヤル・ホローエイ・カレッジで文学を学ぶ、奨学金を得た。しかしながら、父が亡くなり、母が1学期20ポンドの費用を払えなかったため、1892年1月に、 余儀なく退学することとなった。その後、デイビソンは、オックスフォード大学セントヒューカレッジに在籍できるようになった。セントヒューカレッジの最終試験では優等を取ったが、この当時女性は、オックスフォード大学の卒業学位を認められていなかった。大学に通った後、デイビソンは、バークシャーやノーサンプトンシャーのスプラットンに住む家族の子供たちを教える仕事に就いた。 1906年にデイビソンは女性政治社会連合に入った。1903年にエメリン・パンク・ハーストにより結成されたベスプーは女性参政権という最終目的達成のためには戦闘的で対立も辞さない戦略が必要であると考える人々を求合するものであった。1908年、デイビソンは運動に完全に身を捧げるため教職を離れた。同年、 デイビソンは現代外国語学位の外部候補生としてロンドン大学の試験を受けた。メーベル・キャッパーがサフラジェットのハンガーストライキをテーマに作ったスクラップブックにあるエミリー・ワイルディング・デイビソンの記載デイビソンはすぐに戦闘的で暴力的なキャンペーン活動家という評判を取るようになった。自身の主導でベスプーの承認なしに会合の妨害から投石 放火まで行った。旧会刑務所に収監されたが、その間にハンガーストライキを行って強引かつトラウマを引き起こすような手法、危機による強制接触を受けたが、この方法はハンガーストライキを行ったサフラジェットに対して通常実践されるものであった。1911年4月2日、1911年の国勢調査の夜に、 デイビソンは、ウェストミンスター宮殿のチャペルである、生命アリ聖堂地下室の棚に隠れた。国政調査の間棚の中に留まったので、合法的に国政調査票の上で、自らの住居を庶民員とすることができた。1911年の国政調査文書では、エミリー・ワイルディング・デイビソンは、イギリス国会議事堂の地下聖堂に隠れていたのが見つかったと書かれている。 1990年、この出来事を記念して、イギリスの政治家、トニー・ベンが、デイビソンが隠れていた棚に名板を設置した。1912年6月、ホロウェイ刑務所における放火による6ヶ月間の刑期が、終わりに近づいていたが、この時デイビソンと十数名の仲間のサフラジェットが、強制接触を受け、デイビソンは10メートルの鉄の階段から身を投げた。 この出来事はデイビソンに自殺傾向があったかもしれないことを示すために惹かれることがあるが文書による説明ではデイビソンは仲間のサフラージェットが危険にさらされるのを防ごうとしたためだと述べている結果としてデイビソンは頭と背骨に重傷を負い残り12ヶ月の人生を苦しみつつ過ごすことになった1913年6月4日デイビソンはエプソムダービーに出席した レースが行われ、デイビソンがいる場所のトラックのストレッチを馬が走りすぎると、デイビソンは手すりをくぐってトラック内に侵入した。さらに他の数頭の馬が通りすぎてからデイビソンは、ジョージ5世が所有する馬アンバーの走路で両手を上げて立ちはだかった。王の馬は、猛スピードでデイビソンに衝突した。デイビソンは激しく空中に投げ出され、意識不明で、 地面に打ち付けられた。騎手のハーバート・ジョーンズは、アンマーがつまずいた時に投げ出された。見ていた人々はトラックに急ぎ、救急車が来るまでデービソンとジョーンズに手当てを施そうとした。二人とも病院に搬送された。騎手のハーバート・ジョーンズは、脳震盪その他の怪我を負ったが、回復して2週間後には、アスコット競馬場でアンマーに再起乗して、レースに出ることができた。 デイビソンはダービーの4日後に事故による頭蓋骨骨折と打ち傷のためエプソムコテージ病院で亡くなった。デイビソンがダービーに出席した目的はあまりよくわかっていない。サフラジェットの色である紫、緑、白に彩色された大きな2枚の旗、ロンドンに帰る往復用の鉄道チケット、その日後で行われるはずだったサフラジェットのダンスの 会のチケット、翌週の予定が書かれた日記を持った状態で発見されており、チケットは今でも2枚ともロンドンの女性図書館のコレクションで保管されている。このことは本人が殉教者になるつもりはなかったことを示唆している。後の研究では、ダービーのため、その日は往復チケットしか買えなかったことが指摘された。常時ージの馬に跳ねられて地面に倒れる。 デイビソンデイビソンのアンマーにメッセージかスローガンが書かれたものをつけようとしてコースに入ったという可能性もある。そうすれば馬がゴールに入るときにベスプーの旗が翻る,るのを見せることができるからだ。トットナムコーナーからパテニュースによって撮られた映像ではデイビソンがトップの馬が走りすぎるその時にコースに踏み込んでいることが見て取れる。その後 デイビソンは内側をさらに2頭の馬が走りすぎる間、コースの真ん中に立っており、最後に一緒に走り込んできた数頭の馬のうちの1頭で、あるアンマーにより最終的に地面に叩きつけられた。映像ははっきりしていないが、この時までにデイビソンが馬につけるつもりでベスプーのバナーを隠していた服の下から取り出していたという可能性はある。この時の目撃者たちは、 デイビソンの動機について、意見をことにしていた。馬が前頭行き過ぎたと考えて、トラックを単に横切ろうとしただけだと思った者もいれば、王の馬に手をかけようとしていたと述べる者もいた。歴史研究家の中には、レース前にデイビソンと、その他のサフラジェット数名が、母親宅の近所の公園で馬を捕まえて止める、練習を行い、誰がエプソムに行くかをくじ引きで決めていたと指摘する。 ものもいる。デイビソンの死については様々な仮説があり、この中には恋に馬のもとに身投げしたというものや、アンマーにサフラジェットのバナーを止めようとしていたというものもある。しかしながら、どの説にも確かな証拠はない。クリスタベル・パンクハーストが編集した新聞サフラジェットのエミリー・ワイルディング・デイビソン記念号2013年のチャンネル4の番組で、 クレア・ボールディングは、デービソンは、自らの大義を広報するため王の馬の首に、ボーツ・フォー・イメンのサッシュを投げようとしていたと示唆した。衝突直後に、現場で見つかったとされるサッシュは、ジョッキークラブとの競り合いの後に、作家のバーバラ・ゴーナが、オークションで落札しており、今では、イギリス国会議事堂にかかっている。この仮説は、3種類の異なるニュースリールカメラで、撮影された映像を、 番組のために法科学の専門家が精査関連付けした調査の結果によって裏付けられた。デイビソンは以前に考えられていたよりもずっとコーナーの開始地点近くにおり接近する馬がはるかによく見える可能性がある場所にいたとわかった。ケ馬バ氏の専門家で1913年のダービーとデイビソンの事件について考察した2013年観光の 歴史書ザ・サフラジェット・ダービーの著者であるマイケル・タナーは、デイビソンの行動は考えられているより、ずっと意味のないものだと主張した。デイビソンのいたトラック内の位置と、当時は、レース実況がなかったことからして、デイビソンは、自分が衝突したのが、王の馬だとはわからなかったというのである。タナーは、チャンネル4で提示された仮説にも、調査の末に疑義を呈している。 ノーサンバーランドのモーペスにおけるデイビソンの葬儀の列の一部デイビソンはノーサンバーランドのモーペスにあるセントメアリーザバージン教会の墓地に埋葬されたが、ここは父が1893年に埋葬された家族の墓所であった。墓地はデイビソンが母や家族と住んでいたロンゴースリーの7マイルほど南にあたる。1913年6月14日にロンドンの成城寺教会で 追悼礼拝が行われ、多くの人が出席した。デービソンの棺は6月15日に、埋葬のためモーペスに、鉄道で運ばれた。墓石には、ベスプーのスローガン、言葉ではなく、行動が刻まれている。2013年4月18日、エプソム競馬場で、デービソンの没後100年を記念する名盤が、お披露目された。100周年を前に、 2013年のエプソムダービーで1分間の目標を捧げることを目指すエミリー・ワイルディング・デイビソン記念キャンペーンも行われた。しかしながら、競馬場の方が人、物の流れからして不可能であると述べたため、このキャンペーンは成功しなかった。サフラジェットが行った他の戦闘的行動と同様、デイビソンの行動は世論を二分した。 勇気と重要な大義への献身を称賛した者もいれば、スポーツの妨害、騎手であるハーバート・ジョーンズへの加害、王に対する無礼を強く非難する者もいた。しかしながら、直接的には男性による女性参政権への政治的支持を活気づけることとなり、北部男性女性参政権同盟ができた。最初はイギリス首相、ハーバート・ヘンリー・アスキスへの代表団という形を取っていたが、 これが拒絶されると永続的な団体となった。トップは女優のモード・アーアン・セネットであった。主にグラスゴーやエディンバラのタウンの評議員、聖職者、弁護士その他の市の関係者からなり、中央スコットランド以外の地域では、デイビソンの故郷ノーサンバーランドにおいてすらほとんど支持を得られなかった。この同盟以外では、デイビソン事件の影響を、イギリスで起こった幅広いサフラジェットの 戦闘的活動から区別することは難しい。こうした活動は第一次世界大戦勃発により、正常が激変するまで続いた。エミリー・デイヴィソンは、イギリスの作曲家、ティム・ベンジャミンによるオペラ、エミリーの主題となった。アメリカのロックシンガー、グレッグ・キンが1976年に出した、ファーストアルバム、グレッグ・キンにはデイヴィソンを主題とするエレジー。 エミリー・デイビソンが収録されている。デイビソンは2015年の映画、未来を花束にしてにも、脇役として登場しており、ナタリー・プレスが演じている。デイビソンの死と葬儀が映画のクライマックスである。2017年1月11日、ロイヤル・ホロウェイは、新しい図書館をデイビソンにちなんだ名前にすると発表した。ありがとうございます。